劉邦が建てた艦は滅びた。外戚であった王毛によって平定は殺され、王毛はそのまま皇位を簒奪、新たに秦の樹立を宣言したのだ。王毛が優れていたのは、残言によって政敵を次々と失脚させていく能力だけで、政治能力は皆無であった。彼は千年も前の周の時代を理想とし、実情に合わない政策を次々と実行、老若男女すべてから反発を受けた。王毛はすべての土地を公有のものとし、一切の私有財産制を禁止。周辺地域を露骨に見下すことで対外関係を悪化させ、治水などの内政を怠り、すでに確立していた貨幣経済を混乱させ、地名なども勝手に改名し、様々な面で混乱のみをもたらした。各地で反乱が頻発、中華はまさに大混乱時代を迎える。王毛の登場前から、漢にはある種の限界が来ていた。中小の農民は没落し、豪族の経営する農園で働く小作人とかし、奴隷の身分になる者も少なくはなかったのだ。これはローマでいう、ラティフンディア、や、コロナープス、と似ていて、地方の豪族たちが力を持っていった。詳しくは、ブラックス兄弟の改革、を見てね。流民となる者も多く、豪族は独自に、部局、と呼ばれる私兵団を形成するようになる。本当にローマの歴史によく似ているね。中小農民の没落、と大土地所有、は人類史のお約束だからな。現在でも、中産階級の没落、と一部の大企業の肥大化、という形でこの法則から人類は抜け切れていない。肥大化した大企業が国と癒着しているため、状況はさらに悪化しているかもしれない。王毛はある意味、この普遍の法則に立ち向かったとも言える。大土地所有の制限、と奴隷解放。王毛は簒奪者であるが、同時に理想主義者でもあった。問題なのは、彼には理想を叶えるだけの能力がなかったという点だっただろう。地方の大土地所有者は流民を雇い入れ、軍閥を形成し、王毛に対して敵対姿勢であった。中でも強力だったのが王強という人物が率いる緑林軍で、万単位の大勢力となっていた。他にも南洋軍の幽玄や幽猿、河北の王老、蜀の高尊術や解剖など、大勢力が乱立していた。大勢力だらけだね。中華は広いからな。それにこの頃の漢の人口はもうすぐ6000万人に到達しようというほどだ。全世界の人口が3億人と推計されているから、その規模がわかるだろう。5人に1人が漢に住んでいたということか。ちなみにローマ帝国にも6000万人ほどが住んでいたらしいから、3人に1人以上がどちらかの大帝国に住んでいたことになる。なのでとてつもない悪政を行っていても、王毛の軍団は数十万人規模と世界でも最大の軍隊であったのだ。しかし西暦14年、かつて西の国があった牢屋軍にて、かつてないほどの農民反乱が起こった。世界史の教科書にも載っている、赤備の乱、である。かつて秦の時代に、秦将五公の乱、があったが、規模としてはそれをはるかに上回り、その数は数十万の規模にまで膨れ上がった。詳しくは、秦将五公の乱、を見てね。赤備の乱に呼応するように、各地の豪族が続々と反王毛のための兵を挙げる。王毛は緑林軍を討伐するため軍を差し向けるが、これに大敗。正規軍が負けるのか。正直王毛の軍団が正規かどうかも怪しいけどな。王毛の軍団はとにかく質が悪かった。進路となる村々で略奪を行い、食料を奪われた農民が逃げ出すというありさまであったらしい。やってることが盗賊と変わらない。一説には王毛軍では食料の支給がなかったとも言われているな。だから、現地調達、したわけか。ただ、勝った方の緑林軍も大打撃を受けた。やっぱり戦闘によるダメージは大きいか。それもあるだろうが、いわゆる悪疫、つまり伝染病のせいらしい。その後緑林軍は生き残りの策として、南洋軍の勇士、と手を結ぶことになる。ほうほう。南洋軍の勇士、の名前が示す通り、この勢力は高祖劉邦の子孫が率いる勢力だ。先祖をたどると武帝の兄である、上佐王劉発に行き着くと言われ、劉淵と劉秀の兄弟も参加し、劉玄を首領とする一派であった。
詳しくは、漢の武帝、を見てね。南洋軍は超高流域にあり、当時は黄河流域ほどは開発が進んでいなかった。そのためそこまで大きな勢力ではなかったが、漢の皇帝の血を引いているというのが何より大きかった。人は奇襲に弱い。そして戦いには大義名分が必要だった。漢の復興。これ以上の大義名分はない。兵力はあるが大義名分のない緑林軍と、大義名分はあるが兵力や財力のない南洋軍の有志が結びつくのは自然だった。そしてその動きに対し、王毛は即座に対応できなかった。赤備の乱を鎮圧せねばならなかったのだ。西暦22年、王毛は、赤備の乱鎮圧のために10万の兵を派遣するが、あえなく敗退。王毛軍、弱すぎませんかね。王毛軍と赤備軍が戦っている間、南洋の有志の勢力が強大になっていく。そして西暦23年、南洋軍の有志代表である有言は、自らを皇子弟として漢の復興を宣言したのであった。王毛はこれに対して、100万を号する軍を差し向ける。100万とは凄まじいね。実際には40万ぐらいだったらしいが、それでも世界最大の動員数だった。今まで以上に本気を感じるね。赤備の軍も緑林軍も、言ってみれば右往の衆で、反乱に大義名分がなかったからな。しかし皇子弟の軍団は違う。誰がどう考えても、大義は王毛よりも有一族の末裔にあった。王毛は必死になって有一族の悪評を流布させたが、王毛が平定を殺害して皇帝位を散奪したという評判の方が広がっていた。悪いことはできないものだね。王毛は圧倒的な武力を持って、皇子弟の軍団を叩き潰すしかなかったのだ。その際、縁にいた皇子弟本軍ではなく、劉淵の弟である劉秀のいた昆陽を攻めたのは、いかにも王毛らしいと言える。どうして本軍を叩き潰さなかったんだろう。本当のところは王毛にしかわからないが、所詮に勝って勢いをつけたかったのかもな。指揮官は王毛の一族である大司空王勇。王毛側の兵力は推定42万。一方の優秀側は、多く見積もっても2万以下。まるで勝負にならないじゃないか。優秀は秦の大軍が来たと見るや、腹心たちを連れて城を抜け出してしまった。もう絶対に負けようがないね。いや、勝ったのは優秀軍の方だよ。一体何があったー。船頭を多くして船山に登る。このことわざを考えた人は天才だと思う。王毛は最強の軍団を組織するべく、東大最強の63名の兵法家を呼んだ。まさに盤石、必勝の構えじゃないか。両雄並び立たず、という言葉もあるぐらいで、二人いたら対立し始めるのが人間だ。ましてや63人もいたら、意見などまとまるわけがない。昆陽攻めにもけんけんがくがく、意見が割れて指揮系統が乱れた。同じ時期のローマを見てみると、相手の数がどれだけ多かろうと、ローマ側は3万以内の兵力で戦い、そして勝っているのがわかる。マリウスとかスッダとか、それぐらいの数で相手の10万の兵力を破っているね。将軍の指揮が末端まで届くのが、それぐらいの数なんだと思う。中華史だけで考えても、翡翠の戦いやサルフの戦いなど、圧倒的多数の軍団が負けている。詳しくは、府県、ヌルハチ、を見てね。敗北した側に共通しているのは、指揮系統の乱れだ。人の集団というのは、巨大になればなるほど、末端まで指令が届きにくくなる。電信通信などが整備された現代ならまだしも、古代世界においては一線に投入できる戦力には限りがあるのだ。王毛にはそれがわかっていなかった。単に数を多く集め、名のある兵法家を用意すれば、勝てると思っていた。相手が波の人物であったなら、それでも圧倒的な兵力差で勝っていただろう。しかしこの時王毛が相手をしたのは、中華史において、いや、世界史において最高の英雄、だったのだ。優秀、後の皇武帝である。神のごとき希望。諸葛孔明は皇武帝をそう言って称えた。詳しくは、諸葛亮孔明の真実、を見てね。一度城を抜け出した優秀は、3000人の勇士と共に、昆陽を包囲する王毛軍に向かって突撃していった。
42万の軍団にたった3000人で。20万人のペルシア軍に300人で向かったスパルタのレオニダス王も真っ青な突撃だが、その勇姿を見て後続の軍団が続いた点が違った。カリスマ、とは、計算のもとに生まれるわけではない。たとえ勝ち目のない戦いでも、勝利を信じて向かっていく勇気こそが、カリスマの進化なのである。その攻撃があまりに小さすぎたために、大軍である王毛軍は動かなかった。いや、誰の指揮を聞いていいのかわからないので、兵士たちは動けなかったのだ。最強対最弱。歴史でも稀に見るこの戦いは、最強の英雄が勝利した。その兵力差は1000倍にも及んだが、それでも優秀が勝ったのだ。戦の勝敗を決めるのは指揮官の能力と勇気。世界史上どの戦いを見ても、今世の戦い以上に戦力差のあった戦いもなく、これ以上の逆転劇もなかった。まさに歴史に残る一戦。王毛の軍団はもともとやる気もなく、この一戦において軍団は死散し、王毛軍は壊滅した。大義名分がないとこうなっちゃうんだね。王毛がいくら理論武装しようと、三奪であることは確かだし、その政治がめちゃくちゃだったのも確かだからな。兵士も所詮金のために戦っているに過ぎない。一方カリスマに率いられて、漢の復興、という大義名分のある優秀軍は、いわば理想のために戦っている。戦の数勢を決めるのは兵士の指揮。優秀の勝利は、奇跡ではなく必然だったと思う。しかし今世の戦いの裏で、優秀にとってとてつもない不幸な事件が起こっていた。兄の雄燕が殺されてしまったのだ。それは悲しい。しかも殺したのは公子弟だ。あれ、雄燕、優秀の兄弟は、公子弟の軍団の一員なんじゃなかったっけ？そうだ。また後で触れるが、公子弟は純然たる暴君で、実は中華史でも最低のレベルではないかと言われているぐらいの人物なんだ。そうなのかい？そういう人物は、総じて猜疑心が強い。公子弟はみんなに人気のある雄燕が、自分の地位を奪うのではないかと懸念していた。皇帝としての器を考えれば、皇子弟よりもはるかに雄燕の方が優れていたからな。じゃあなんで雄燕が皇帝じゃないんだい？緑林軍が、神輿には操りやすい人間を乗せるに限ると判断した、という説が有力だ。なるほど、あんまり有能でも困るんだね。それに皇子弟は、雄燕、優秀兄弟の属系にあたるからな。儒教は年功序列を尊ぶもんね。皇帝が処刑した以上、雄燕は反逆者であり罪人であった。兄の死を知って、優秀が何を思ったのかは伝わっていない。優秀は兄の葬式も出さず、喪にも服さず、皇子弟に対して心中の意を示した。皇子弟としては優秀も始末したかっただろうが、今世の戦いに勝利し、心中の意を示す優秀を処分することはできなかった。それでも近くに置いておきたくはなかったので、優秀を河北に派遣し、王老の討伐を命じたのだった。泣ける話だ。河北、と聞くと、三国志好きは炎章を、水滸伝好きは魯迅義の名を思い出すだろう。中華帝国は、大きく分けると河北と河南に分かれる。河北は黄河流域、河南は長江流域と考えて問題ない。河北は別名中原とも呼ばれ、さらに河北と河南に分かれる。春秋戦国時代に有力であった国々の多くはこの河北に領土のあった国で、戦国七雄のうち、燕、西、張、魏、韓の5カ国は河北に属していた。ほとんどじゃないか。黄河流域を河北と呼ぶこともあるから、そもそも河北イコール中華だった時期は長い。春秋時代の前半は、秦や楚などは、改名、と呼ばれる諸侯会議には呼ばれなかったほどだ。三国志の時代ですら、河北は河南よりもはるかに豊かな土地であった。それよりも200年近く前のこの時代、農業生産量で言えば、河北は圧倒的であった。この時の河北の支配者の名前を王老と言った。王老の親戚かい？残念ながらわからないな。王老にはある噂があった。それはどんな噂だぞ。なもし王老は漢の聖帝の隠し子であるという噂だ。ほうほう。
これが噂だったのか真実だったのか、実は現在でもわかっていない。本当の可能性もあったのか。UFO の末裔は、この時期各地に数百から数千人いたと言われている。そんなにいたのかい？びっくりだね。河北にいた UFO の末裔たちが、こぞって王老を担ぎ出したんだよ。むむむ。いわく王老は超皇后の魔の手から逃げ延びた聖帝唯一の子供であると。詳しくは、漢の滅亡、を見てね。それが本当なら、漢の正当な後継者ということになるね。聖帝の子供たちは、全員張飛燕によって殺されたことになっていたからな。そしてその説を強く後押ししたのが、竜林という人物だった。皇族かい。竜林の父である竜玄は、平漢王という称号を得ていたバリバリの皇族だ。皇族が押すなら間違いないね。それはどうだろうな。竜林の父は、あまりにも素行が悪く、部下16名を自殺に追い込んでいるような人間で、最終的に国を追放になっている。クラッシャー上司ならぬクラッシャー皇族か。だから結局竜林は王の位を引き継ぐことができなかったのさ。そこで王老を持ち上げたわけか。竜林の他にも、竜雪、竜陽などの UFO の末裔が、こぞって王老を担いだ。これだけ竜氏が揃っていながら、どうして竜氏の誰もトップに立たなかったんだろう。竜衆がついたのもまさにその点だった。竜衆は敵の皇族の一人である、新帝王竜陽の切り崩しにかかった。竜衆は相手の指揮系統の乱れをつくのがうまい。竜氏の面々が王老を担いだのは、それぞれが牽制し合っていたからだと言われている。こうしてイコと竜玄が竜炎を殺害したように、同じ竜氏でも仲違いをする。竜衆は、竜陽の命を妻とすることで、最も厄介な敵を味方としたのだった。竜衆は勇敢なだけじゃなかったんだね。竜衆には、後に雲大28将と呼ばれる優秀な部下たちがいたのだが、竜衆が優秀すぎて目立たなかったと言われるほどだ。皇武帝こと竜衆は、竜鳳のごとき大器に、長領のような智謀、そして関心のような天才的な戦闘センスを一人で持っていた。詳しくは、竜鳳、長領、関心、を見てね。皇武帝は、あらゆる面で中華史最強の人物だと言えるだろう。無敵ですね。西暦24年、竜衆はかつて長の都だった簡単を陥落させ、王老を切り捨てた。あの白旗が落とせないからと出陣を拒否したあの堅牢な簡単を。詳しくは、白旗、を見てくれだぜ。竜衆が簡単を陥落させて、まず最初にしたことは、書類を読まずに破棄したことだった。むむむ。重要書類を読んで情報収集した方が良いのではないかね。秦の都官僚を落とした際、商家は真っ先に地図と戸籍を回収したというではないか。詳しくは、商家、を見てくれだぜ。河北において、あまりにも多くの者が不正に手を染めていた。竜衆は書類を破棄することで、それらを不問にすると宣言したのさ。むむむ。占領するより統治する方がはるかに難しいんだよ。簡単を陥落させたとはいえ、河北には様々な豪族がまだ存在していた。竜衆はそれらとは敵対せず、協調路線を歩んだわけだ。軍事だけじゃなくて外交もうまいのか。皇武帝ほど完璧な人間は、世界史全体でもいないだろうな。一方昆陽の戦いに敗れた王毛は、窮地に追い込まれていた。天に助けを求めるために、泣くのがうまい人間を5000人ほど集めて官僚として取り立て、天に向かってひたすら慟哭させていた。末期なんてレベルじゃない？そうこうしているうちに皇子弟の軍団がやってきて、長安で略奪を始めた。皇帝を名乗る者の配下が、都で略奪を始めるのか。先ほども言ったように、皇子弟は知名度こそ低いが、希代の暴君だと言える。王毛の軍団も皇子弟の軍団も、ただ略奪するだけの存在なのかよ。本来国家というものは、人民を守るために存在しているわけだからな。王毛も皇子弟も、皇帝を名乗る資格など全くない人間たちだと言える。世界的に暴君だと思われているネロは、火事の際に公共の建物を解放して人々を避難させたし。詳しくは、暴君ネロ、を見てね。始皇帝や隋の煬帝は、
無理な土木工事や遠征で領民を苦しめたが、それぞれ万里の長城、大運河と後世の役に立つものを作っている。詳しくは、始皇帝、を見てね。西暦23年、王毛は死んだ。彼の建てた、神、は、わずか15年で滅んだ。こうしても王毛と何も変わりがなかった。あるいはもっとひどかった。まさに七肉林。こうしてとその部下たちは、ひたすらに凶楽にふける日々を送ることとなる。そのための費用は、人々から強制的に徴収した。最悪だな。さて、この動乱の端緒は、赤備の乱、だったわけだが、王毛はこの鎮圧に失敗していた。そういえば赤備軍は今どうなっているんだい？長安を目指している。なん？だと。その数は30万を超える。世界中のどの軍団よりも強大じゃないか。こうしてはそれを阻止すべく軍隊を派遣するが、あえなく敗北。その後も軍隊を派遣するが、こうしての軍団はことごとく敗北してしまう。こうして弱いな。赤備の軍団は、劉邦の末裔である劉盆氏を皇帝に擁立し、漢の復活を宣言した。こちらも、漢の復興、を掲げたか。なお劉盆氏はこの時13歳、傀儡であることは誰の目にも明らかだった。かわいそうだな。さて、劉英という人物を覚えているだろうか。どちら様でしたっけ？先帝の夜叉後にあたる人物で、王毛によって平定の皇太子に立てられていた人物だ。漢の皇帝になるはずだった人物か。赤備軍が傀儡皇帝を擁立した頃、この劉英を皇帝に擁立する一派が現れた。次から次に皇帝が。劉英はいわば漢の正当な後継者であったわけだが、こうしては劉英討伐を命じ、死に至らしめ、その存在を抹消した。なお劉英はこの時20歳だった。悲しすぎる最後だ。同じ頃、蜀の地では公孫述という人物が皇帝を自称した。秩序は乱れ、武力だけが支配する世界となった。強ければ生き、弱ければ死ぬ。劉英を武力によって殺害したこうしては、赤備の軍団になすすべもなく敗北し、こうしては長安の都と部下を見捨てて逃げた。こうしてはやがて捕まり、赤備の軍団によって首に殺されている。哀れすぎる最後だな。中華世界を闇が包み込んだ。栄華を極めた長安の都で、赤備の軍団は略奪を行い、最後には火をつけて燃やしてしまった。あまりにもひどすぎる赤備の軍団の所要に、まだ皇子弟の方がマシだったと、人々は思ったほどだ。多くの人が死んだ。大いに飢え、人愛はみ、白骨の覆う。司書はこの時の長安の様子を、そう記す。地獄よりひどいな。もう救いはない。誰もがそう思い、希望を抱くことすら諦めていた。だがその時、中華に一筋の光が差し込んだ。あの男が、来たのだ。あの男のことを、人々はこう呼ぶことになる。皇武帝。華北を平定した劉秀は、皇子弟との戦いを覚悟し、皇帝として即位していたのだ。英雄とは、時代に光をもたらすものである。遥か昔、劉邦が都を置いた長安に、その子孫が光をもたらしにやってきたのだ。あまりにも圧倒的な強さであった。30万の赤備軍は、一瞬にして壊滅してしまった。強すぎる。兵法。この時代、識字率は現在と比べようもなく低かった。皇族である劉秀こと皇武帝は、貧しくはあったが、幼い頃洛陽に留学し、文字を習得。孫子の兵法書、にて兵法を学び、式、にて歴史を学んだと言われる。詳しくは、孫子、を見てね。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。皇武帝はまさに賢者であった。華北にて、皇武帝は流民たちを取り込み、強大な軍団を組織していた。豪族たちも皇武帝に協力し、そして今、赤備の軍団も皇武帝に降伏した。絶望の荒野は、一気に光り輝いた。赤備によって擁立されていた劉盆氏も許され、慶養を与えられて何不自由なくその生涯を送ったと言われている。赤備軍の幹部たちも許された。寛容だね。ローマの英雄カエサルに通じるところがあるな。
そしてカエサル同様、後部帝も斬るときは人を斬る。赤備の軍団の中でも、後部帝が危険だと判断した人物については斬っている。また、妻の叔父にあたる有用のことも、後部帝は中殺している。謀反の槍、とのことだが、秩序を乱す可能性のある人物を、後部帝はあらかじめ殺害している。本当の名手はファインプレーに見せない、という言葉があるが、後部帝は何かことが起こる前に、あらかじめ危機の芽を摘んでいる部分がある。それゆえに、武帝時代のような大事件は起きていないし、急速に中華に秩序が戻ったと言えるだろう。詳しくは、不可の極、を見てね。真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方、後世ナポレオンが残したこの言葉を、後部帝は実践していたのだった。天才ポンペイウスでさえ、無能な味方のせいで負けたもんね。慎重にして果断。重欲強に勝ち、弱欲強に勝つ。後部帝はある時、三役という長領も愛用した兵法書からその言葉を引用した。いざとなれば決断力に富む。リーダーに最も大切な資質であろう。さて、そうは言っても、この時点ではまだ中華を平定したわけではなかった。職には公孫術、老政には海合という強敵がいた。中でも海合の配下であるバエンという人物は、中華最強とさえ言われているほどである。そんなに強いのか。三国志ファンにとっては、馬超の先祖として、春秋戦国ファンにとっては長者の子孫として。詳しくは、趙の歴史、を見てね。世界史選択者にとっては、趙姉妹の反乱、を鎮圧した人物としてそれぞれ有名であろう。まさに歴史に名を残しているね。富を得ても施さなければただの視線度に過ぎない。生前馬縁が残した言葉だ。むむ、圧倒的強者のオーラ。後部帝と公孫術、両勢力に挟まれる形となった海合は、どちらに味方すべきか迷い、馬縁を公孫術への使者として送った。公孫術が尊大な態度で出迎えたのに馬縁は失望し、彼を胃の中の蛙、と評した。海合は次に馬縁を後部帝のところへ派遣した。今、君を見て、自分が及ばざる者ではないかと恥じる。後部帝はそう言ってうやうやしく馬縁を迎え入れ、厚遇した。それを聞いた海合は、後部帝に降伏することを決意。戦わずして強敵に勝ってしまった。戦わずして勝つ。これこそ兵法の極意と言える。人も死ななくて済むしね。ただ、海合はその後後部帝に反目し、両勢力は争うこととなる。その際、馬縁は後部帝に味方したようだ。残る敵は蜀の公孫術だけとなった。かなり激しい戦いで、後部帝側も何人かの将軍が亡くなるほどだったが、西暦36年、征討を陥落させ、後部帝は中華統一を果たしたのであった。あれだけの混乱を収めたんだね。後部帝は西暦56年、新たに戸籍調査をしたのだが、全盛期6000万に届きそうな人口は、2100万人ほどになっていたという。3分の1ほどになってしまったね。統一の20年後の調査だから、戦乱中はもっと減っていただろうね。火星は虎よりももうなり、と孔子は言ったが、まさにその通りの結果となってしまった。後部帝が現れなければ、中華は滅びていたかもしれないな。たった一人の関心が中華をどん底に叩き落とし、たった一人の英雄が中華に光をもたらしたのか。つくづくトップに誰が立つかという問題の重要性を感じさせる出来事だな。こうして、中華は再び一つになり、漢は復興した。劉邦の建てた漢を前漢、後部帝の建てた漢を後漢、と呼んだりする。場合によっては前漢を正漢、後漢を東漢と呼んだりもするな。そうなのかい。劉邦は都を長安に置いたが、後部帝はそれより東の洛陽に都を置いたからな。それで西と東か。日本以外の地域では西と東という区分が一般的だ。例えば英語で前漢はウェスタンハン、後漢はイースタンハン。中華人民共和国でも正漢、東漢という呼び名が一般的だ。ほうほう。後部帝は荒れ果てた国土を回復させ、後漢の後期には、人口は5000万を超えるまでに回復した。
工部帝は大幅な減税や奴隷解放などの諸改革を進め、中華に安定をもたらす。優秀な為政者は減税ができるんだね。工部帝と並んで評価の高い、秦の後期帝も減税を行っているしな。そういう優秀な為政者さえ持てば、国というのは発展していくんだ。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。